分かれ目です。治癒を歩まれるのか、むざむざと抵抗することもなく病のなすがままになるのか、選ぶのは徳川さん、あなたです。選択肢などない、悔いなき道を歩む。それはお主とて同様。死亡、千春さん。すんません、バキさん、突然で。いくらなんでも唐突すぎるよ、島さん。バキと なんで自分みたいなもんと。芝千春には理由が必要か。千春さん、今のが最後だ。千春さんが仕掛け、俺が怪我をさせないように反撃する。手加減望んだよ。つえーな、やっぱ本物だわ。どうして今俺と。お前だからいい。煙のようにまとわりつくジョー・クレーザー、36歳。アマチュアでゴールデングローブを獲得後プロへ転向。才能がなくて美味しい相手だった。ゴールデングローブの優勝者でトッププロのクレーザーを才能がないと。その通り、彼には才能がない。怖い。それでもなお絶望を断固拒否し、視線を踏み越えた波の経歴ではない。訪中の際、君の噂を耳にしていた。千分の一にも達しないだろうがね。君を止めに来た。いつだってボクサーは形容される者以下だということ。しかし奴は違う。迫り来る煙、打ち込まれる中国4000年、ほどなく君は煙に包まれるだろう。今日のレフトフックかもしれません。なんだろうだ、この打撃は。見える、体の奥深く、内臓に奥深く、消え残るダメージ。深く同時に当てられた。おそらくは左の鍵打ち。スケンならではの硬さと鋭さこそないものの、グローブそのものの重さが加わるゆえ、脳へのダメージ自体は明らかに素手を上回る。直接頭をシェイクされるような、あのオリジナリティ。彼ら一流ボクサーの強み、それは使用法に長けているという事実。フリッカージャブもそう。グローブを武器化したもの。1865年クイーンズベリー考案のグローブルールを使用、武器化に成功。このダメージの現実を。なわけねえだろ、千春さん。さっきはノリで勝っちまったけど、二度はダメだぜ。あんたね、なんで俺と戦いたがるのよ。会っていきなり喧嘩って。げんこつで語ろうぜ。呼べんだもん、あんた。もう相手はしないよ。目覚めたら帰ってくれよ。あの手のタイプは一度徹底的に。すげえな、素人のパンチじゃない。力も強い。玄関は後で修理させていただきます。素人でありながら極めて高い戦闘力。これってこれって闘志そのものの戦闘力。景色は溶けている。溶けたまま向かってくる。初めてではない。烈よ、防ぐことはなら。動くな。聞くだろう、私の姿もまともに捉えられまい。豆腐だ、水に浸り、ちょうど人間の脳と頭骨の関係に似せてある。これが先ほどのお前の頭蓋の内部だ。甘い修行がたたり、
まともに打撃を浴びる日が来る。受けたダメージ、器の中で次なる一打、断じて打たせてはならぬ。変わりはしない。何をどう変えてもスモーキンは追いすがるだけ。知っているさ。お前が優秀なファイターであることはすでに知っていた。これしか知らない、これしか知らない。そうですかい、テーマができた。俺にとっちゃ大怪獣に変わりはねえ。怪獣退治、アッパーカットに行くと見せかけた。事実行くのはアッパーカットなんだよな。でもなバキさん、分かってくれ。俺らの勝負ってのは、バキさんら技術者の倒すか倒されるかとはちょっとだけ違うんだわ。たとえ倒れた相手を立って見下ろしてても、それが俺らの言うところなの。母さん、ありがとう。勉強させてもらいます。見せてやるよ、芝千春を。俺を？けどそれじゃ決着にならない。何度倒そうがね。目に俺の真似ができんのかよ。なんでか、違う、俺あんたに憧れてんものね、千春流。出鼻を押さえちゃダメだ。コンマ00を捉える、それがあれだ、いわゆる千春流。波の黒帯など及びもつかねえ。あなた一人で押し上げているかのようだ。顔面のダメージと引き換えに、あんたの右手と左足を手にした。千春流を俺に示したい。そうだな、見せてみな。弱点で受け切るのが千春流。二人ともに。初めてじゃねえ。武器として使用するのが芝千春流。狙うは固く頑丈な拳。ならば望みは叶えよう。なおかつ自信をへし折ろう。心ゆくまでぶつけてあげよう。弱点を武器化するのが芝千春流。嘘言ったら、急所を狙うのが格闘技。千春流は完全な真逆。あんたの流儀は格闘技ではない。まっすぐ突き出すんだ。宙を舞うハエ、それも2匹同時に捉える難易度。とてもあんたには無理だ。あんたの指、俺の眼球でくじいてみせる。お互い進む以外の道はねえ。芝千春は語った。だからぶつかる寸前に拳を握ろうと、そんな暇もあったのかなかったのか。その名もゴキブリダッシュとか。未熟なお前には必ず起こること。生中のことでは収まらぬ。生殺与奪は敵にある。待ってダメなら迎えに行く。わかるかな烈よ。お前はどんなタイミングで迎えられたい。セブダメージを迎えに、ダメージをようこそ。俺に変わりはない。持てるもの全てを使い切る。従おう、ありがたくいただこう。いや、今一度初めてのように。コーチへの保温。やっとボクシングになってきたな。えいっ、マジかよ。ジョーがダウンから起き上がるということ。天才剣士烈、ただの一打も打ち込めぬ。だが勝てぬ。頭上から襲い来る者は防ぐことしかかなわぬ。真上からだ。しかも回転。ボクシングとは殺し合いだ。はい、オッケー、ジョー。もはや上司の残りのエネルギーは風前の灯火が。ほら見ろ。ジュエル、
のを空中で捉えた。なんという精神力。コリンス、相撲禁場、ここに封印を解く。前へ少しでも。人中、下肢、または殺傷に至る急所に。マジか！モノのヘビー級に勝っちまった。長く話せたのはあんたのおかげだ。君は敗北者ではない。あの技はジャンプだ。ボルトだ。ジャンプ、ジャンプがリッツを祝福しているぞ。ご苦労だったな、千春。倒されては挑むの繰り返し。都合よたびの勝ち込み、ずいぶん殴らせてはもらいました。特に三度目の時は結構深めに。こうして突き出した二本指にぶつけてきたんす、目玉を。いやか、失明は。正直きついっす、自分から行く失明は。ほら、例えば超すっごいスピードで目玉を指に向かって超ぶつけたとしたらですよ。まあ指くらいならね。それはどんなスピードだ。新幹線とか。新幹線か、うん、信じるんだ。近いって馬鬼との対決がか。親子喧嘩。馬鬼は君に風土を作らせようとしてるのだぞ。戦場生活は長い、料理くらいは。父と子仲睦まじきこと喜ばしくないはずはない。君の口からそんな言葉を聞くとは。君は、優しくなったなどというつもりじゃねえよな。なんか予感がするんだよな。避けられんでしょ。たくましいの。親父がたくましくない。地震や雷、台風はたくましいとは言わんじゃろ。そんな父親に明日にでも挑むという。ただほら、何すっかわかんない親父だし。バキよ、わしにとってハンマの親子喧嘩はこの世の全てに勝る最大のイベント。ハンマ裕次郎を止められる軍隊が俺が止める。止めるか、お主の手で。じっちゃん、そん時は頼みます。この戦い絶対に止めさせん。だからそうじゃなく。待ちわびた丹念に育んだ種が時とともに成長し。ああ、そういうことね。何をしていても心の隅に奴がいる。そいつは恋だ。嬉しそうだな、王が。ちょっぴり焼けるぜ。あのハンマ裕次郎が相手ならできない。ねえ、馬鬼さん、無理でしょ。あんたこんな技量身につけちまって。それがいつの日からか誰も名乗りを上げなくなった。裕次郎から逃げるもはや恥ではない。それを笑う者などどこにもおりません。勝ち目がないから避けろという無敵発想。勝てそうだからやるものではない。そもそも予定するものですらない。よく理解しました。焼き魚にたっぷりの大根おろし、きゅうりの浅漬け。親父が来てくれる、この現実だけでいい。親父が会釈。そんな習慣があったのか。俺はこの人のことをちゃんと知っているのか。いただきます。一体何に頭を下げたのだ。俺、まさかの俺。なっちゃいない。何を毎日何を食べているのかを意識しろ。命を食らう者に課せられた責任、義務と知れ。俺は一体この人の何を知っているというのだろう。そのメカブ最近よく食べてるんだ。防腐剤、着色料、保存料、様々な化学物質、これも健全とは言い難い。
両方を共に美味しいと感じ、血肉に変える度量こそが食には寛容だ。親父が俺にまともな教育をしてくれている。親父があんなにも美しく箸を持つなんて、初めて親父がまっすぐに誇らしい。だからこそ行ってみたい。親父、今日は洗い物をやってくんね。行ったー。食器を。じゃんけんで俺に勝ったならば食器を洗おう。勝った。ね、この世には石をも断ち切るハサミがあるということ。ほらな、じゃねっつうの。貴様らやんのか、てめえら。マジかよ。明日お前を招待したい。開けておけ。何着てきゃいいんだ。まずいでしょう、この服装。ハンマ様、受けたまわっております。これって一個の値段かよ。ここで父はどんなメニューを。何でもよく召し上がります。ハンマ様、いつお越しに。最愛の息子様と伺っておりました。シティホテルで食事とくれば、和洋中を問わずジャケットの着用は必然。それを18にもなろう大和大の子が。ごめん、ちゃんと教えられたことなかったし。もちろん嫌味だよ。正しい装い、正しい接し方、俺は一度だって教えられたことがない。強くなれ、強くあれ。その一点だけは教え通りさ。試してみたらいい、今ここで。でも席に。代表的な食前酒だ。やってみろ。あ、うまいや。うん。リアリティがない。父親と外食。黒トリュフを裏ごしにしたものに岩塩を入れ、味付けはオリーブの実を丸ごとすり身にし。この料理ならスプーンがいい。ああしておくんだ。ああ、うまい。こういう場所での手慣れた様はまっすぐに誇らしかった。苦い、そして苦い、もっと苦い会話が始まった。なぜ今それを聞く。おかしいかな、父親が母親を手にかけた理由を知りたがること。なんで親父はおふくろを殺したの。身の丈をわきまえろ。知ることは息子としての権利だ。まあ親父、どうすれば教えてくれるのかな。こうすりゃいいのかい。こうか。あの光景だけは一生忘れません。我が目を疑う恐るべき光景。地震だ。揺れていないのです、あの二人だけが。俺の体に手をかける意味わからぬわけじゃあるまい。手をかける、鼻から通用するなんて思っちゃいないよ。天下のオーガに立ちしめでなんてただの戯れに決まってる。貴様は俺との立ち合いを親子喧嘩と表現しているそうだな。かしこまれ。バキよ。少年は戦っていた。逃げ出したい。やってしまった。緊急避難。そして人ならぬものの衝撃。守りながら否応なく刻まれる実感。物が違う。父親の首に手をかけるこの手が悪い。急所を狙わぬ父親。反省が足りぬようだな。皆の衆、ご覧の通り、この出来の悪いせがれに仕置きを。繰り返される対立の構図。こえんとする息子、こえさせてはならじと父親。うれしむべし。何すんの。ない、それだけはない。断言。着地の準備だ。果たして
高層ビルからの目標物への着地は可能なのか。降下回数345回はこう語る。3000メートルの高さから正確な姿勢を取ったとしたら、眼下の駐車場、目標の1台への着地はあるいは可能だ。生きてる。飯も食った、茶も飲んだ。起こしたよ、起こしたよ。息子の胸に勝手に出現したイメージは、大地の営む悠久を風雨にさらされ続けた巨岩。そんな代物を平手で思い切り引っ叩く。このブレイブだ、ミラーカコア。こぞっこの分際で急所を外した平手打ち、この裕次郎に手心を加えたそのツケ、答えろ。痛えだろバカ。どこまで行っても親子喧嘩。急所は狙わない。聞き分けのないガキだ。急所を狙わないとはいえ、相手は半馬裕次郎。およそ1500日ぶりに父のまともな打撃、急所を外しているとはいえ。頭はたとえボンクラでも体の反省は早い。かつては女子供の技と貶めたものだら。やる気だ、あれを。女子供の技、半馬裕次郎の弁だ。父への反撃に費やされるはずの数春の全てを覚悟へ費やすしかなかった。捨てたものではない。鍛え練り上げたはずの肉体、まるで鋼の鞭、防ぎきれるものではない。放つしかなかった。耐え難い。全てを忘れ去る防火の恐怖。少年が驚くのも無理もなかった。右手を叩いた痛みが左手を叩くことで軽減するように、腕全力で伸ばし同じ力で縮め、ねじりに戻しを拮抗させ、要するに動かぬまま五体すべての筋繊維を一気に駆動、かろうじて無表情をキープしていた。半人前の分際で急所を狙わぬ愚、狙ってこい。言われなくてもそうするさ。今宵初めてのファイティングポーズ。開始から拳へ、その変化の意味、俺が自らの意志で構えを選んだんじゃない。存分にやれバキ。ちっちゃん、ち、元気なじじいだ。肩の力が抜けた。差し当たりぶつけてみる。なっちゃいない。左ストレート伸びきった、一本の棒と化した。まさにその一瞬を。バキ、今のが最後だ。その侮辱に対して俺もまた手心を加える。あって、なあバキ、もういい加減によ、父さんに実力見せてくれよ。